江差を含む道南の地はペリーの黒船来航から始まる幕末の動乱に幕を下ろした場所。江差沖で沈んだ海王丸は幕末のロマンを今に伝えています。慶応3年、大政奉還と王政復古によって新政府が誕生し、その翌年から旧幕府軍と新政府軍の戦いが始まりました。戊辰戦争です。戦いは新政府軍の優勢に進み、江戸、東北地方を経て北海道にまで及びました。一方、劣勢となった旧幕府軍の最後の切り札として期待されたのが海王丸です。海王丸は外国の軍事力に対抗するため、徳川幕府が巨費を投じオランダで製造した最新鋭の軍艦です。この海王丸の建造に合わせオランダに留学したのが榎本武揚。しかし海王丸が完成して日本に着いた時にはすでに幕末の動乱期だったのです。そうした中、幕府の海軍副総裁になった榎本は海王丸を中心とした8隻の艦隊を率い北海道に上陸。函館戦争が始まります。函館の五稜郭や松前城を占拠した旧幕府軍は明治元年11月、陸上から土方歳三が、海上からは海王丸に乗った榎本武揚が江差に攻め込みました。海王丸からは威嚇の砲弾が放たれましたが、新政府軍はすでに逃げており、旧幕府軍は戦うことなく江差を占拠したのです。しかしその夜、江差沖に停泊していた海王丸は暴風雪に遭い座礁。数日後には沈没をしてしまいました。海王丸が日本に着いてからわずか2年に満たない出来事でした。海王丸の沈没については次のような伝説が伝わっています。江差を攻め落とした榎本武揚が能登屋の坂の戸地にある能登屋という宿で休んでいたところ、思いがけない報告が届きました。海王丸沈む。榎本は江差に着いたばかりの土方歳三と二人、海へと沈んでいく海王丸の姿を見つめました。土方は目の前にあった松の幹を何度も拳で叩きながら嘆き、涙をこぼしたそうです。明治2年、旧幕府軍が降伏。函館戦争の終結により戊辰戦争は終わりを告げます。檜山護国神社の境内には函館戦争で戦死した92名の新政府軍兵士の霊が今も祀られています。沈没からおよそ120年後の平成2年、海王丸はオランダに残っていた設計図をもとに原寸大で復元されました。船内には海底から引き上げられた貴重な遺物が展示されています。標準定め発射。また大砲発射の再現シーンや砲弾の重さ体験、ハンモック体験などがあり、家族で楽しむことができます。幕末の動乱に新たな世を夢見た人々の思いがここ江差に残っています。
江戸時代より370年にもわたり受け継がれてきた姥神大神宮渡御祭、江差しの歴史と伝統が今も祭りの熱気の中に息づいている。江差しのニシン漁の神様として代々の松前藩主をはじめ人々の熱い信仰を集めてきたのが姥神大神宮。創建年は不明ながら、渡御祭は江戸時代初期1644年から続けられてきた。神社前に勢ぞろいした豪華絢爛な13台の山、江差しの人たちが一年中で最も待ち焦がれるのがこの姥神大神宮渡御祭だ。毎年8月9日から3日間行われる姥神大神宮渡御祭、神輿は8月10日に昔懐かしい町並みが続く下町を渡御、8月11日は繁華街を中心にした上町を渡御するのが古くからの習わし。そして軽やかな祭り囃子とともに山行列が出発。13台の山は神輿の後をお供する形で町中を練り歩く。力強い姿が多い人形には神の拠り所である青木を守る大きな役目がある。それぞれの保存会はこの日のために山を大切に守り続け、年に一度の渡御祭に臨む。豊作豊漁、そして無病息災を祈るこの渡御祭は江差しの町を挙げた一大行事。江差し町出身者の多くがこの祭りのためにふるさとへ帰り、町は普段のおよそ5倍の人々の熱気で満ちあふれる。松宝丸は13台のうち唯一の船形の山、北海道の有形民俗文化財に指定されており、朱色の漆が塗られた船体はきらびやかな金具で装飾されている。江差しの山人形で最も歴史のあるものが神宮山の神宮皇后。松宝丸同様、道の有形民俗文化財に指定されている。鮮やかな水引幕もひときわ目を引く。結構な祭りでございます。上の町源氏山です。はい、ここです。はい、どうぞ。お願いします。はい、どうぞ。商売繁盛と家内安全を祈願するのが霧越。霧越はニシン漁の網おこしの歌が原型で、漁師が多い山を中心に行われてきた。祭りの間はどの家でも自慢のごちそうが並ぶ。訪れる人を分け隔てなくもてなすのが江差し流だ。そして山は渡御祭の中で最も難所といわれる長い上り坂へ。引き手
手たちは呼吸を合わせ力の限りを振り絞る。13台の山はそれぞれ独自のお囃子を持ち、合わせて30以上のお囃子を大切に守り続けている。幼い頃から太鼓と笛を子守歌代わりに育つ子供たち。祭りの心は日々の暮らしの中で受け継がれてきたものだ。やっぱりこのいろいろなしきたりがあるんですよ。祭り囃子のね、やっぱりこういうのっていうのは音符があるわけでもないし、でそれをきちっと毎年毎年先輩が後輩に伝えて、それが370年も続いてくるということになるんだと思います。10日の夜9時、下町の巡行を終えた渡御行列が熱気に包まれながら神社へ帰ってくる。そして13台の山が見守る中、3基の神輿を神社へ戻す祝入れが始まる。しかし一度で神社に戻ることはできない。行っては帰りを何度か繰り返し、ようやく拝殿に収まるのが習わしだ。祭りがクライマックスを迎えるのが最後の見せ場となる11日の繁華街。夕方から夜にかけての山は若者たちが主役。人々の熱気と歓喜が夜差しの夜を包み込む。はるか江戸時代より370年にもわたり受け継がれてきた姥神大神宮渡御祭。未診療で栄華を極めた町の記憶は、江差しの人々の強い絆と祭りへの深い愛情によって守り続けられている。